ルカの福音書13章ちょうどその時人々が何人かやってきてピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告したイエスは彼らに言われたそのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか そんなことはありません。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。また、シロアムの塔が倒れて死んだあの十八人は、エルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますかそんなことはありません。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。 イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園に一軸の木を植えておいた。そして実を探しに来たが見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、三年間この一軸の木に実を探しに来ているが見つからない。だから切り倒してしまいなさい。何のために土地まで無駄にしているのか。番人は答えた。 ご主人様どうか今年もう一年そのままにしておいてください木の周りを掘って肥料をやってみますそれで来年実を結べばよいでしょうそれでもダメなら切り倒してくださいイエスは安息日にある街道で教えておられたするとそこに18年も病の霊に疲れ腰が曲がって全く伸ばすことができない女の人がいた イエスは彼女を見ると、呼び寄せて、女の方、あなたは病から解放されました、と言われた。そして手を置かれると、彼女は直ちに腰が伸びて、神を崇めた。すると、カイドウツカサは、イエスが安息日に癒しを行ったことに行き通って、群衆に行った。働くべき日は六日である。だから、その間に来て治してもらいなさい。 安息日にはいけないしかし主は彼に答えられた「偽善者たちあなた方はそれぞれ安息日に自分の牛やロバを海馬桶からほどき連れて行って水を飲ませるではありませんか」「この人はアブラハムの娘ですそれを18年もの間サタンが縛っていたのです安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか」 イエスがこう話されると反対していた者たちは皆恥入り、群衆は皆イエスがなさったすべての輝かしい見業を喜んだ。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか何に例えたらよいでしょうかそれはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の庭にまくと、 成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。再びイエスは言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか。それはパンダネに似ています。女の人がそれを取って三ササトンの粉に混ぜると全体が膨らみました。イエスは町や村を通りながら教え、 エルサレムへの旅を続けておられた。するとある人が言った「主よ救われる人は少ないのですかイエスは人々に言われた」「狭い門から入るように努めなさい」「あなた方に言いますが多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです」「家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからあなた方が外に立って戸を叩き始め」 ご主人様、開けてください、と言っても、主人は、お前たちがどこのものか私は知らない、と答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりいたしました。また、あなたは私たちの大通りでお教えくださいました。しかし、主人はあなた方に言います。 お前たちがどこのものか、私は知らない。不義を行う者たち、皆私から離れていけ。あなた方は、アブラハムやイサクやヤコブ、また、すべての預言者たちが、神の国に入っているのに、自分たちは外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりするのです。人々が、東からも西からも、また、 南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか後にいる者が先になり、先にいる者が後になるのです。ちょうどその時、パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスに言った。ここから立ち去りなさい。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは彼らに言われた。 言って、あの狐にこう言いなさい。見なさい、私は今日と明日、悪霊どもを追い出し、癒しを行い、三日目に働きを完了する。しかし、私は今日も明日も、その次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、 自分に使わされた人たちを石で撃つ者よ。私は何度、面取りが雛を翼の下に集めるように、お前の子らを集めようとしたことか。それなのに、お前たちはそれを望まなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。私はお前たちに言う。お前たちが、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、という時が来るまで。 決してお前たちが私を見ることはない。